はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていきたいなと思ってるんですけれども、本日は月曜日なんですが、昨日日曜日衆議院選挙補欠選挙あったんですよね。東京、島根、長崎で、東京が15区、島根1区、長崎3区すべて野党立憲民主党が勝ちましたよ、とということは自民党はすべて負けましたよ、全敗ですよということなんです。ざまざまと思って、で自民党は東京と長崎は候補者立てずに、島根に立てたわけですよね。自民党公明党立てて、そこで負けたと。で島根はずっと保守王国、その牙城を崩したよということなんです。で東京と長崎は立ててないんですけれども、候補者立てない時点で負けですから、ということは全敗ですよね。このままさ、自民党がさ全部選挙立てなければさ、自然消滅するんですけどね。まあそういうわけにはいかないでしょうけれども、いい風は吹くんじゃないのかなと思って。で立憲民主党が強いというわけではないんだ、今回たまたま自民党が出てないからだとかね、いろんな意見あると思う。それは人それぞれね、その思いが違うしイデオロギーが違うと思うのであると思うんです。でも事実としては野党立憲が3連勝したということが事実なわけですよ。投票率がどうのこうのとか言ってもね、それが事実なので、そこはやっぱり喜んでいきたい。だって私たちは自民党政権が嫌なんだもん。そのためにやっぱり立憲民主党、まあ令和新選組が頑張るのが一番いいんですけどね、が頑張る他にはないわけですよね。で維新とかいるわけですよ。でも維新東京15区で落としてますしね、いろんなところ日本保守党、日本保守党ですか、いろいろ出てきてます。都民ファーストとか、それを差し置いて押しのけて立憲が勝ったということで、まあ一安心ですよ。あれ維新が勝ったらどうするんですかという話ですよね。だから僕は素直に喜んでいるわけです。そんな中でもね、東京15区須藤元気さんがネットでいい意味で炎上しているわけですよ。これも正直僕もねびっくりしました。で須藤元気さんを僕は応援してないとかいうわけではなくて、ただ単純に前段階でね、下馬評で1位が酒井さん、2位が維新の方ということで、おそらくこのどっちかを選ぶ選挙になるのかなと思った時に立憲を選ぶでしょう。だから酒井さんを僕は応援しますという立場だったんです。だから須藤さんを応援してないとかではなくて、あの時須藤さんは全体の4番手5番手ぐらいだったんですよ。それを考えるとね、この2択だったら立憲を応援するかなというふうに言ってたんですが、蓋を開けたらさ、須藤さんが2位なわけですよ。次点という形で追い上げたわけですよね。まあ1位の酒井さんとは結構2万票ぐらいかな差がついてるんですけれども、維新を差し置いて、都民ファーストを差し置いて、他の政党を差し置いて2位に食い込んだ無所属ですからね、すげえなと思って。山本太郎さんの凱旋応援弁士の効果があったのかね、そういうことも考えられるし、令和新選組のその選挙区民の方はおそらくね、立憲の酒井さんか須藤さんかに分かれるかなとは思うんですが、まあでもね、須藤元気さんが2位になったということですよ。だから次の選挙ですよね、もう1年何ヶ月すると次の選挙待ってるわけですよ。その時にはね、須藤元気さんもしかすると当選する可能性ね出てきてますから、このままね諦めずに頑張っていただきたいなと。でもしね、その次の選挙で立憲の酒井さんと須藤さんがまあ1位2位で下馬評で、まあ、この2択になる、じゃあどっちだという時には僕は迷わず須藤元気さんをね応援したいなというふうにも思うんです。まあそんな感じでいろいろ大荒れだったんですよね。そんな感じというのは、大荒れだったというのはね、選挙妨害というかさ、すげえヤジを飛ばしていた人たちいましたよね。1000票ぐらい取ったんですけれども、それでも1000票取れてすごいですけどね。そういう人たちが選挙妨害だ、でも公職選挙法に守られているので選挙妨害に当たらないんだとか、賛否両論分かれた妨害行為ですよ。今国会でね、もっと公職選挙法を厳格化した方がいいんじゃないかと。選挙活動自体を妨害する行為というのは、たとえヤジであっても対立候補者であっても、それは行き過ぎた行為はダメなんじゃないんですか、ルールの厳格化した方がいいんじゃないんですか、みたいなことも言われ出してるんです。まあ僕もね、あまりにも今回のはさ、守られているとはいえ、
候補者のね、その選挙活動の自由というものが憲法で保障されているとはいえ、あれはちょっとやりすぎなんじゃないかと、やり方考えればもうちょっとやり方あるんじゃないのかなとも思ったりもしたんです。まあその辺は今後変わっていくかもしれないし変わらないかもしれないんですが、まあ注目するべきポイントだと思うんです。そして投票率とかね、この辺を皆さんと一緒に見ていきたいんですけれども、これは NHK の記事ですけど、衆議院補欠選挙立憲民主党3選挙区全て勝利ということで、自民党は全敗だったと。で、島根1区が亀井さんで、東京15区酒井さんで、長崎3区が山田さんということでね、ほぼゼロ落ちでしょ、これ3人ともゼロ落ちということは、選挙を開票しますよと言った時点で開票を待たずして、もう同時にです、同時にも当確が出たということなので、この3人とも圧倒的な得票数で当選したということです。で、この辺は各党の、まあ、言い分ですよね。茂木幹事長は非常に逆風が強かったということもその通りだし、これは分析するまでもないですよね。で、ドリル小渕ですね、この責任の重さを痛感している。どうするんですかね、どう責任を取るんですかね。政治家ってこんなことをよく言うじゃないですか、責任の重さを痛感、責任を全うするとかさ、いろんなことを言うけれども、結果口だけで何も行動しないわけですよね。まあでもこのまま小渕の方が選挙戦えるんじゃないんですか、野党とかは。だって小渕で負けるわけですから。で、泉代表は早期の解散を求めていきたいということで、おそらく早期の解散を求めても今の自民党の実力ではね、解散することはないと。そのままギリギリまで、おそらく来年の10月まで引っ張ることになるんじゃないんですか。で、馬場代表、維新ですね、我が党の実力のままの結果と。あとは公明党ですね、国民の政治に対する信頼回復に全力を注ぐと。共産党小池さんは、有権者は首相に明確な不信任突きつけたと、ね、いっぱい選挙あったらね、もっと自民党落としたのにね。で、国民民主党、政権運営に国民から厳しい評価が下された結果と。都民ファーストに乗っかって本当に良かったんですかね、乙武さんに乗っかって本当に良かったんですかね。まあ乙武さん自身もね、十分に今回の選挙ね、あんな妨害を受けながらもね、頑張ったと思います。あとここなんですが、東京15区ですね、支持政党別の投票先が出てるんですが、自民党は 24% の政党支持率が東京15区ではね、あるんです。でもグラフを見てもらって分かる通り、ばらけていますよね。いい感じでばらけたのかなと。で、自民党議員の中でも酒井さんに入れる人よりも須藤さんに入れる人が多かったという結果が出ています。当然立憲民主党は酒井さんに入れますよね。で、維新は維新に入れると思います。で、共産党は、まあ、立憲共産ってね言われてましたけれども、共産党は酒井さんに入れる人が圧倒的に多かったと。そして令和新選組ですよね、令和新選組は山本太郎さんが須藤元気さんの応援弁士として入ったんですけれども、令和新選組は 1% の政党支持率で誰に入れましたかということです。ここですね、ちょっと黄色見えてると思うんですが、須藤さんに入れる方多かったようですね。あとは酒井さんに入れる方が多かったという結果が出ているようです。酒井さんは串渕さんがね、応援弁士として入っていますから。あとはね、紫が出てるんですよね、ここ令和新選組の支持者の中で。紫はここですよね、飯山あかりさんでしたっけ、日本保守党でしたっけ。まあそこの候補者だったんですよ。そこに入れる人も多かったということなんです。令和新選組の支持者はこの飯山さんを推してる人も多かったんですかね。ちょっとそのあたりは気になる結果が出ているようです。あとは東京15区ですね、酒井さんが 49,400 票を取って当選しましたと。で、須藤元気さんが 29,600 ですよ。2万票の差はついていますけれども、時点の1位を取ったということ、2位ということですよね。これはすごいことだと思います。あと維新の方が 28,000、 これあれですよね、日本保守党でしたっけ、飯山さんですよね、 24,000、 まあまあ取ってると思います。で、乙武さんが 19,000、 もうちょっと僕取るのかなと思ったんですけれども、ちょっと伸び悩んだかなと。あとは下の方に行くと、福永克也さん、これ NHK 党だと思うんです、1400。
でこれですよね、妨害行為をした議員ですよ、1100、これで1100取ってるんですからね、妨害行為、あんな迷惑行為をしても1100票取るということはさ、まあ、0.7 の得票率なんですけれども、非常に低いんですけど1100票取るってね、どうなってんのかなと思って、面白おかしく入れる人が1100人いたんですかね。次は島根ですね。亀井さんが8万2000で、錦織さんが5万7000ということで、約2万5000ぐらいですかね、大差をつけての当選ということになっています。あとは長崎3区、山田勝彦さんが5万3000、井上さんが2万4000ということで、ほぼダブルスコア以上ですよね。まあ投票率はね、そんなに高くはなかったんですけれども、まあ、投票率というよりも勝つか勝たないかで言ったら野党立憲が勝ったということ、その結果が嬉しいかなと。まあ、ということで、野党の風、立憲の風が吹いてくれれば、そこに令和の風も同時に吹くと思うし、そういう同時に吹いた勢い、そしてただでさえ令和新選組の風が吹いてるので、野党の風プラス令和の風でダブルで風が吹けば、より一層令和の支持率なんかね、上がるんじゃないかと思って、これからに期待です。はよ選挙なればいいんですけどね、選挙があれば令和新選組の議席も伸ばせることですし、まだまだね、全体で8議席しかないんですけれども、選挙があるたんび伸ばしていくと思うし、次の衆議院選挙、次の参議院選挙では大きく伸ばすと思うんですよね。だから衆参合わせて30議席ぐらい、最低でも20数議席取れる可能性は十分に出てくると思うので、引き続きね、れいわ新選組を応援しつつ、自民党が1議席でも減らせるようにね、頑張っていきたいなというふうに思っています。本日は以上になります。ありがとうございました。